三国連戦記先駆け。朝、はいはい、わかってる。あともうちょっと寝かせて、はい、おはようございます。オープニングこの方率が高い気がします。三国連戦記先駆け初見実況プレイ、続きやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。さあ、町に出たよ。園長さんといつも愛着が湧いて離れがたくなるのだが、一番離れがたかったのは子供の頃初めて拾った鳥だな。さあ、動物話になりました。のに話したんですか。いや、病気で死んだ。看病したが良くならなかったのだ。獣医に見せたかったが、養父が許してくれなかった。そうだったんですか。その点今は大人になって自分で獣医も呼べるし、薬も手に入れられる。助けられる命も多くなった。本所様に見つけてもらった動物たちは幸せですね。そうだといいのだが。ふと本所様が言葉を切って私を見つめた。お前はどうなのだ。私ですか。お前は私に見つけられて幸せか。どうなんだろう。でも今回の登場人物を見てるとまだマシな気がする。優しい気がする。ちょっと苛烈な感じの人多いから。今回本所様に見つけられて幸せだったかどうかって、それはお世話になってるし悪人に捕まるよりは幸せだと思うけど、命運と向かって幸せですっていうのもなんだか恥ずかしいなあ。私は動物ではなく人間ですから。あ、そうか。そうだったな。本当に動物みたいに思われてたのかな。甘味を食べ終わると本社様がまた歩き始めた。今度はどちらへ。こっちだ。町に出た時は決まって覗く店があるのだ。何や、この世界、この時代にペットショップなんてあるのかね。ちょっとそれ微妙ですけど。本所様はそういったきり何も説明してくれない。私も黙ってその後について歩いた。ちょっとトラック、失礼。活気のある街並みを眺めていると自然と気持ちが浮き足立つ。洛陽と違ってここは治安も良さそうだし、街を出歩くにも安心だな。そういえばこんな風に店を見て歩くのはこの世界に来てから初めてだ。ちょっと楽しいな。向こうの世界ではブラブラと街を歩くなんて当たり前だったけど、こっちではそうじゃない。仕事があるし夜は出歩けないし、遊びに行くなんて考えもしなかった。あと昨今の現実世界がこれに近い感じですけど、困ったもんだ。そう考えると元の世界と随分違う生活をしてるんだな。大変だとか窮屈だとか思ったことはなかったけど、なんだか随分かけ離れた気がする。まあね、普段当たり前のようにやってて気にもしなかったことができなくなると本当に途端に窮屈に感じるって感じですよね。元の生活と今の生活との隔たりが寂しかった。また元の生活に戻れるよね。友達とカラオケに行ったり、買い物に行ったり、カラオケ行くの好きなんだ。高校の自分はなんであんなカラオケが好きだったんだろうね。自分も思い当たる節がありますが。当たり前だったかつての生活が今は遠すぎて、戻れるのが怖くなってくる。ここだ。物思いにふけっていたら本所様の声で現実に引き戻された。ん？立っていたのは市場のようなところの一角だった。大小様々な箱や、檻が並んでいる。ここはペットショップなのか、やはり。動物園のような匂いがして、いろいろな鳴き声があちこちから聞こえてくる。ここは一体？牛や豚を売っている。
イノシシやウサギ、シカなんかもいる。あ、みんな食べることができるね。うん。本所様は失礼そう言いながら檻の中を覗き込むように促した。見ろ、かわいいだろ。中にはたくさんのウサギがいた。クリクリとしたつぶらな目と長い耳、鼻をヒクヒクさせている様子がかわいい。でもこれ食べるようでしょ。そして皮にするんでしょ。ほんとかわいいですね。ペットショップか何かなのかな。豚を一匹くれ。マイドー。ちょうど横にいたお客さんが豚を買っていった。丸々と太った豚が檻から出される。ここでは豚を飼うのも一般的なんですね。豚を飼う、まあ一般的といえば一般的だ。ほら感じが違うぞ。でもどうせ飼うんだったら子豚からの方が飼いやすいですよね。可愛いし。かい、そうかもしんないけど、大人豚になったらものすごく大きくなっちゃうよ。飼うとすると子豚よりも肉があるから育った豚の方がいいのではないか。肉がある方がいいんですか。すれ違ってるよ。この国では可愛さの基準が違うのかな。現代でもぽっちゃりが良しとされる国と細い方がいい国といろいろあるし。豚の可愛さの基準って違うのかね。どちらかといえばそうだな。私もその方が好みだ。本所様のもうぽっちゃり好きなんだ。わかる。それともグラマーってことなのかな。なんとなく自分の体型を見下ろしてしまう。ゆりこさんはもうちょっと太った方がいいかもしれん。いや別に私の体型は関係ないよね。どうせ買うなら食べ応えがある方がいいだろう。え、食べ応え？だいたい油が乗っていて肉がついているものが食肉としては上級品とされる。食用？子豚を飼って自分のところで育てて食べることもあるかもしれないが、あまり聞かぬな。そう言われてみれば食用になる動物ばかりだ。それを聞くと一気に可愛かったウサギが哀れっぽく見えてきてしまう。ここに来るたび、ここにいるものをすべて買い占めたくなるのだが、なんとか我慢している。一度買って野に放ったことがあるが、ここにいるのは、食用として人間に育てられたせいで、もはやね、野生では生きていけぬのだ。そうなんですか。こんなに飼っても、こんなに飼っても育てられないですもんね。うん。来るたびに、やりきれぬ思いをする。それでも来るんだな。他に動物を見られる場所はないんですか。このように一度に見られる場所はあまりないな。それにここに来るのは動物を見るためだけではないのだ。どうしても救えぬ命があるというのを知るにはここはいい場所だ。なんという炎症列伝のね、エピソード欄に書かれるね。この人一人にできることは限られている。己を思い知るいい機会になる。己を思い知る。私は縁家の一員として過ぎた身分を与えられた。それに慢心することなく身の程をわきまえるように心がけたいのだ、うん、なるほど。これでもはっきりしましたね。この世界の炎症、本所さんは慢心してない、うん、慢心キャラに描かれがちですけどね。とかく炎症といえば本所様がいつも自信なさげで謙虚なのはそういう理由があるのからなのかな。そんなに過ぎた身分なんでしょうか。私にはふさわしくない。でもそれなら与えられたりしないんじゃないですか。どうであろうな。そのように考えたことはなかった、うん、謙虚なのはいいことだと思いますけど、たまには自分を認めてあげてください。自分を認める。そう、自認と言ってね。よくやってるって褒めてあげることです。失礼。よ
私はよくやっているのか。え、私にはわからない。お前が褒めてくれ。私がですか？使用人の私が主を褒めていいのかな。なんとなく不自然な気がしながらも、じっと褒められるのを待っている本所様を見ていると褒めざるを得ない気持ちになってくる。本所様はよくやってらっしゃると思います。よくやってるって面白い。だから本所様に使いたいという方が集まってくるんですよ。そうなのだろうか。そうです。そうか。はい。あ、褒めるってあんま具体的なこと言わなかったね。よくやってるって褒めた内容が、そう言われると何やら明るい気持ちになってくるものだな。いいの？活力が湧いてくるようだ。もうちょっと具体的になんかいいとこ言ってあげた方が良かったじゃない。それは何よりです、うん、お前もよくやっている。主のやる気を出させるとは優秀な使用人だ。ありがとうございます。主を褒めたことを褒められるというのは喜ぶべきところなのかは分からなかったものの、悪い気はしなかった。それからまたあちこちの甘味どころを巡っていると、いつの間にか日が暮れていた。結局甘味と動物見て終わりか。そろそろ戻るか。今日はつい食べ過ぎてしまった。ごちそうさまでした。これからお使いは頼んだぞ。任せてください。甘いものは私も好きなので、路地裏にあるお店まですっかり詳しくなってしまった。うん、お使いの時はダチンとしてお前にも一つやろう。ありがとうございます。子供のお使いのような言いように少し笑ってしまう、大通りの入り口で本所様が足を止めた。じっと餅の店を見つめている。どうした？やはり帰る前にあそこの餅をもう一つ食べるべきか。そりゃ食べ過ぎでしょう。私だってお菓子は1日1個って決めてるよ。2個は食べないよ。もうただでさえいっぱい食べてるんだから。まだ食べるんですか？これ以上食べると夕餉が食べられなくなる。うん、じゃあ今度にしましょう。そうだな。いや、しかし、ここで特有の優柔不断が出てるね。本所様、本所様、長考に入ってしまった様子の本所様は何度呼んでも反応しない。このまま待っていたら夜になっちゃいそう。帰りましょう。今度お使いに行って買ってきますから。いや、こう仮にも使用人だけど積極的よね。手触れちゃう。私は業を煮やして何の気なしに本所様の手を引いた、うん、夜になったらみんな心配しますよ。つが、え本所様は私に捕まえた自分の手をじっと見下ろしている。まあ、無礼だよね。一言で言うなら。あ、申し訳ありません。慌てて手を離そうとしたが、本所様はじっと動かない。このままでよい。笑顔になった。あ、握り返された。本所様がじっと手を握りしめた。帰るのであろう。それはそうなんですが、こうして歩くというのも悪くないものだな。戸惑っている私と反対に、本所様はなぜか楽しげに手をつないだまま歩き始めた。さっきまで考え込んで動かなかった様子が嘘のように軽快な足取りで進んでいく。本所様みたいな地位のある人がこんな風に街中で使用人と手をつないで歩いてていいのかな。よくないと思います。顔が知られている落葉とは違うから問題ないのかな。でもこれじゃあデートしてるみたいだ。ほう、
本社様と仲良く手をつないで街を歩いていることを意識するとどんどん恥ずかしくなってくる。こんな風に手をつないで歩いて大丈夫ですか？大丈夫とはどういう意味だ？そういう意味ですよ。私は使用人ですし、変な風に誤解されるのもあまり良くないのかと思いまして。誤解？だから使用人と主人が恋人関係のように見られるのは問題じゃないんですか？ああ、そういうことか。別に罪を犯しているわけでもない。咎められることはないだろう。それならいいのですが。うん、いいのかな。言った自分自身分からずに自問自答してしまう。字が多いね。本社様は周りに私が恋人だと思われてもいいっていうことなのかな。さっきの言い方だとそんな風に聞こえる。しかも私はそれでいいと思っているみたいで通ったよね。私も無意識に答えてちゃったとはいえ、お互い少なからず好意を持っているような、そんな感じだ。改めてさっきの会話を思い出すと胸、顔が熱くなってくる。本社様とデートなんて考えたこともなかったけど、自分よりもはるかに年上で同級生とは全然違う。それなのにこうして当たり前のように手をつないで歩いていることが不思議だった。本社様の手を自然と受け入れている自分に戸惑いながら、そのまま二人で屋敷に戻った。ふん。結局餅の選択肢は何か響いたんだろうか。数日後。ふう。今日はこれくらいにしておこうかな。紀州に来てからも日課である弓の練習は毎朝欠かすことはなかった。今日の練習を終えて額に浮かんだ汗を拭う。部屋に戻って汗を拭こう。そう考えてキビスを返そうとしたとき、中庭の隅に人影を見つけた。キビスを返すという表現が好きだね、この作品。兵士のような格好をしているものの、辺りを伺うような不自然な動きが目につく。見たことない顔だな。この間も新しい人が入ったみたいだし、また増えたのかな。怪しすぎるでしょ。もう暗殺者か、患者か。どっちかでしょ。伺おう。でもなんだか怪しいな。使用人が近くを通りがかると、兵士はさっと身を隠した。私も思わず近くの木の陰に隠れて、様子を見守ってしまう。どうしようかな。声をかけてみるか、誰か他の兵士を呼んでくるか。悩んでいると、本所様が回廊を歩いてくるのが見えた。兵士がさっきとは違って、体を起こす。兵士の視線の先には、本所様がいた。本所様を見てる。どうして。次の瞬間、ゆっくりと兵士の手が腰にかさげた剣の束に伸びるのが見えた。本所様を狙ってるんだ。考える間もなく、弓を構えて、声を上げる。本所様、お気をつけください。兵士が私の存在に気づいて剣を抜く。そのまま驚いている本所様と私を見比べて、私の方へ向かってきて、こっちか。弓持ってるから。いや、もう、目的達成を優先しないんだ。逃げるのだ。邪魔しやがって。ダメ、今から逃げても追いつかれる。逃げ出したくなる気持ちを抑えて弓を引き絞る。落ち着いて狙えば大丈夫。兵士が数メートルの距離まで近づいた時、矢を放った。すごい、初めて人に撃つと思うけど、ためらいはなかったね。なるほど、足か。兵士の大隊に矢がかすり、お、かすらしたのか。足が止まる。その間に急いで次の矢をつがえる。誰かおらぬか。賊だ、捕らえよ。はっ。本所様の声であちこちから護衛兵士たちの足音が近づいてくる。くそ。兵士は私を睨みつけた後、くるりと方向転換して足を引きつりながら走り出した。逃がすな、そっちだ。護衛兵士たちに追われて、兵士が遠ざかっているのを見て、行くのを見て、ようやく構えていた弓を下ろす。一矢だけなのに、何時間も練習した後のように汗が流れ落ちた。びっくりした。大事ないか。一気を整えていると、いつの間にか本所様が近くに駆け寄ってきていた。私は大丈夫です。
驚いたぞ。あまり危ないことはするな。危ないこと？矢が外れて向かって来られたらどうするつもりだったのだ。それは考えていませんでした。無鉄砲な。無鉄砲。本社様が私の手を取る。その時初めて自分の手が震えていることに気づいた。お前の弓は人を傷つけるためのものではないのだろう。お前の習った弓を大事にするがよい。はい。さっきの兵士は一体何者なんでしょう。あそこまで稚拙だと、当中英の手のものとは思えない。大方懸賞金狙いの盗賊崩れか何かだろう。なるほど、通りてね。奇襲でも狙われるんですね。ここなら大丈夫だと鷹をくくっていたのが間違いだったが、危うくお前に怪我をさせるところだった。私のことよりも本社様のことです。狙われているのは本社様ですから。本当に何もなくてよかった。気づかずにあのまま本所様が兵士に切られていたらと思うと怖くなってくる。私とて身を守る術くらいは持っている、ね、お前はもっと自分が女子であることを自覚せよ、資格があんな腕だったらね。まあ由美子は気づかなくても何とかなった可能性あるね。自覚ですか。本来女子は守られるべきものだ。弓で曲者に立ち向かおうなどとは思わぬように。はい。屋敷の警備を強めることにしよう。お前もしばらくはあまり外に出ないように。中庭の鍛錬も一人の時は禁止だ。必ず見張りをつけるように。禁止されちゃった。でも他の方を付き合わせるのも悪いですし。では私がいる時だけにせよ。本所様が？むしろ本所様が外にいる方が危険じゃないのかな。本では本所様はもっと後に病気で亡くなるって書いてあったけど、保証があるわけじゃないし。護衛の兵をつける。それでよいだろう。弓の練習のためにそこまでしてもらうのも悪いな。そこまでしていただくわけには。断ろうとすると本所様が無言でこれ以上譲歩しないという意思を伝えて。わかりました。部屋にいるのが退屈ならば何か用意させるが。お気遣いありがとうございます。大丈夫です。水タバコでも置いてくれりゃね、いくらでも退屈しのげるんだけど。とはいえ外に出られないとなると本所様のお使いに行くこともできないし、仕事がなくなりそう。ただでさえ何もしないで待機している時間が長いのに。本所様の御用聞き以外のお座敷のお仕事も手伝わせてもらえませんか。外出できないとなると時間を持て余しそうなので。必要ない。暇ならば私の部屋に来るがよい。本所様のお部屋ですか。何か用事でもあるのかな。わかりました。では後ほどお伺いしますね。うん。ほう、なんだろう。さて、気になるけど時間的にもまあまあきりなのでここまでにしましょう。さて、本所様の用事とは一体何なのか、それは次回のお楽しみということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。では失礼します。